はい、じゃあ始めていきたいと思います。アベンジャースクール2年目、スポーツの担当の中澤と申します。よろしくお願いします。今参加のこのありがとうございます。よろしくお願いします。はい、で2年目のテーマは丸々を鍛えて姿勢美人に、まあ、姿勢を良くするようなトレーニングを、今からやっていきたいと思います。で、はい、まあ、姿勢というと小泉さん、姿勢をじゃあ意識してくださいっていうと大体どこ、体のどこを意識するとかありますか？背骨です。あ、背中、はいはい、そうですね、大体皆さんこう猫背の方だったりとか背中が丸くなったり、まあ同じですけど骨盤が後ろに下がっちゃってる方っていうのは大体姿勢良くしましょうっていうと体をまっすぐする形、腰を反るような状態になってしまうっていうのが大体皆さんそうやって直すんですけど、そもそも姿勢っていうのがその体が地面と接しているところから直していかないと本当は正しくは直らないんですよね。で、例えば今座ってらっしゃったりとかしてるときに地面に立ったり座ったりするときってまあ確実についてる場所はあるんですけど、どこだと思いますか？足の裏。あ、そうです、正解です、はい、そうなんですよ、足の裏が地面に接触しているので。でも人間って足の裏、自分がどこをついて歩いてるかとか意識しないじゃないですか。で、今扁平足が増えてしまったりとか、まあ実際だと外反母趾になったりとか、いろいろこう足の疾患が増えてしまって、でそうするとどうなるかっていうと、かかと重心になったりとかして、結局こういうふうに後ろに下がっちゃうんで、背中が丸くなったりしてしまうって形になるので、姿勢を根本から良くしていくためには、足の内がどこを接触するかっていうのが非常に大事になります。はい。なので、今日はちょっとそんな話を少し会社にさせていただいて、これが、これがかかと、上がかかとなんですけど、よく見えますか？はい。はい、で、ここにですね、これ小指側です。あ、で、この青く光ってるところ、これは立方骨といって、外くるぶしのちょっと前になるんですよね。で、ここに人間の体重がかかってると、骨で刺すような形になるので、このようにまっすぐ、体がまっすぐなるような状態になります。なので、立っている時も、足の位置だったりとかを意識するだけで、体の疲れだったりとか姿勢は変わりますので、ほんの少しの意識で、今のところ、これが足の裏だとすると、こっちが親指側で、こっちが小指側になるので、この小指側と薬指側を立ててあげると、ここに骨があるので、このあたりですね、そこで設置してあげる。立ってる時とかはそこをちょっと、なので、ちょっと外側になるんですよね、イメージ。してあげると、地面からの床反力って反発する力がしっかり上に伝わるので、体の姿勢だったりっていうのがコントロールしやすくなりますので、ちょっとそういった意識も座るときでもそんなこと言ってたなっていうイメージ持っていただけるといいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、で今日は、姿勢改善になりますので、丸々という部分はこの体幹といって、まあ、体の幹の部分ですね。まあ、結構体幹トレーニングってこう流行っていまして、いろんなポーズを取ったりする形であるんですけども、ご自身の体のどこを使ってるかっていうのをちょっと意識しながらご一緒できたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。で、最初に今日ですね、ウォーミングアップをして、で、トレーニングをして、最後に
クールダウンという形でストレッチしてっていう形の3部構成になっておりますので、約30分ほどお時間の方よろしくお願いします。お願いします。はい、では、音声の方をですねミュートにしていただいて、はい、ここからちょっとトレーニングの方やっていきます。はい、ありがとうございます。ではですね、手を右足を前に出していただいて、そうですね。で、この状態で前に習いをします。そうです。で、このまま上にぐーっと上げていっていただいて、手が耳を超えるぐらいまでいったらぐーっと軽く取っていきます。そうです。あ、いいですね。はい、戻します。一回戻して、これは5回いきましょう。はい、上げていきます。息を吐きながら、2、はい、戻します。すごいですね。3、肩が上がらないようにゆっくり上げていきましょう。はい、戻す。はい、4、息を吐きながらいきます。いいですね。はい、5、はい、OK です。では今度はその状態でですね、右手を外に開いていきながら後ろを向きます。そうです、そうです。1、バランスを崩さないようにしましょう。外に開いていきます。2、そうですね、はい、広げていきましょう。3、あ、いいですね。ラストいきましょう。5、はい、 OK です。では左に変えていただいて、もう一度やっていきましょう。前習いをして上に上げていきます。はい、1、はい、戻す。上に上げて息を吐きながらいきます。2、はい、ラストいきましょう。はい、OK です。では次はこのまま開いていきます。後ろに向かっていきましょう。1、はい、いいですね。はい、開く。2、はい、出していきましょう。5、はい、OK です。では次はですね、ちょっと肩回り、肩甲骨といって肩こりとかに効くようなストレッチをちょっとしていきましょう。手をですね、肩の上に乗せます。そうです。で、肘を外に向けた状態を作っていただいて、円を描くように回していきます。そうです。はい、いいですね。で、この状態から今度は肘を前に持っていきます。前に持ってきて大きく円を描きながら、なるべく大きく回していきましょう。1、あ、いいですね。3、4、OK です。今度は後ろ回しですね。そうです。1、いいですね。2、3、4、ラスト。OK です。今度は左側いきましょう。軽く回します。肘を外に向けたまま回します。そうです。で、ここから徐々に大きくいきましょう。ぐーっと肘を向けていきます。肘で円を描くような形で。そうです。2、3、4、あと5、OK です。今度は反対回し。1、
結構しっかり肩が回ってるので OK です。肩はこのように力が入らないようにリラックスする状態でやっていきましょう。では次はちょっと股関節を伸ばしていきます。はい、ちょっと立っていただいて腰の幅よりも足2個分ぐらい外に開きます。そのままお尻を落としていって肘を膝の上に乗せます。そうです、ここだともうここが伸びてくると思うので楽なんですね。そのままつま先を上げる。ここです。1、反対、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、OK です。OK です。まず私ね、ちょっと股関節から肩周り、体をちょっとストレッチして動かすようなストレッチですね、運動前は。はい、でこれからちょっとトレーニングに移っていきます。で今日は体幹トレーニングといってどちらかというと体を姿勢を維持するようなトレーニングをやりますので、何か質問とかありましたら音声ミュート解除していただいて言っていただいても大丈夫なのでよろしくお願いします。はい、ではですね、四つん這いになりましょう。四つん這いの時代でこんな感じですね。肩の真下に手が来るような感じですね。で、股関節の真下に膝が来るような感じです。そうです。で、このまま膝を少し後ろに引いて足は肩幅、腰幅ぐらいにします。このまま少しお尻を後ろに出しているような感じでこうならないようにして後ろに少しというような形。そうですね、 OK です。で、頭をまっすぐしていただいてこのまま手をまっすぐ上げます。こんな感じですね。そうです、このままキープしましょう。下を向いていきます。よーい、スタート。はい、OK です。その姿勢、最初の四つ這いの姿勢を変えないまま手を上げるときにこっちにずれないようにしましょう。このまま、このまま上げます。はい、持っていきましょう。反対の手を上げていきます。そうです、 OK。 はい、キープします。 GO。 そう、下向いて OK、 いい姿勢でしょ。3、2、1、はい、OK です。小泉さん、なんとなくこうこの辺の負荷かかってるの分かりました？どこが、ちょっと一回音声ミュート解除していただいて、どの辺が引いたとこあります？腕です。腕、OK です。小泉さん、あれですかね、スポーツとかの経験あります？結構今。あ、全然ないです。あ、ないんですね。OK です。わかりました。はい。だから、イメージ的には、このお腹とこの腰周りで体をぐっと、引き締めるというかですね、力を入れるような形で、ここを固定しながら手を上げる。なので、手で頑張ってこう手を上げるんじゃなくて、どちらかというと、ここで安定させて、手は力を抜いた状態なので、グーッと上げるというよりは楽にしてあげるような形でここを意識していきましょう。あ、はい、はい、で今度は足を伸ばして行いますので、足も同じで足先には力を入れないようにして後ろに伸ばすようなイメージでやっていきますので、でちょっと一緒にやっていきましょう。音声をまたミュートにしていただいて、はい、でこのような形でまた四つ這いになります。で足を広げて
少し膝を後ろに下げます。でこのままお尻軽く引いて、この状態をキープしたまま足を伸ばします。そうです。で上げすぎないようにして、このくらいでいいです。そうです、 OK です。これでキープしましょう。はい、もうちょっと、あと5秒。3、2、1。はい、OK です。戻しましょう。今度反対側行きます。同じように、このまま伸ばす。そうです。で、そのままキープします。レディー、ゴです。ちょっともう一度確認させていただきますね。もう一回音声ミュートを解除していただいて、今どうでした？こっちの腕ですかね、やっぱり。いや、今度足の方。あの、腕に来なかったのはいいことですね。あ、腕はなんか全然来なかったです。大丈夫ですか？ OK です、OK です。はい、そしたら、意識は悪くないので、はい、動かしてる方に意識をするというよりは、ここの軸をちょっと作っていくような形でやっていきますので、もう少しそこを意識しつつトレーニングをやっていきましょう。はい、そしたら、もう一回音声ミュートにしていただいて、次にやっていきますね。今度は肘をつきましょう。こんな感じです。で、また膝、四つ倍にしていただいて、少し、股関節よりも膝が後ろに多少来る感じですね。で、このまま同じように右足を伸ばします。そうです。で、上げすぎないようにしていただいて、体と同じぐらいのラインで、そのままキープしましょう。レディー、ゴー。お腹周りで体を支えていくイメージ作ります。はい、 OK です。戻しましょう。今度反対側行きましょう。この状態で伸ばす。そうです。で、キープします。レディーゴー。はい、OK です。いいですね。今の、もう一回音声ミュート解除していただいて、今の形、この状態と手伸ばした状態で、どちらがイメージ違いましたか？やっぱ足に来る感じですか？いや、今のは、なんかこの肩ら辺ですね。背中ら辺に。ああ、そちらに来ました。入ってる感じします。なるほどなるほど、 OK です。そうするとちょっとお腹に近くはなってきてるので、はい、で、この肩というよりは背中あたりって感じだったんですかね。そうですね。あ、 OK です、 OK です。そっちの方でやっていきましょうか。で、だいぶ意識が体の中心になってきてるので、はい、そこでしっかりこうキープして姿勢を正しい方向に持っていくっていうトレーニングになりますので、もうちょっとそこを一緒にやってきますね。はい、はい、ではまた音声ミュートにしていただいて、はい、今度はこの状態でまず手を伸ばした状態と足をちょっと広げます。で、このまま膝をですね、地面から離します。軽く。で、お尻を少し引く。こうならないようにしていただいて、後ろに少し引きます。膝がもうちょっと地面すれすれぐらいですね。そうです。で、これでちょっとキープします。お尻ちょっと下げましょう。あ、いいですね。はい、あと5秒いきます。3、2、1。はい、OK です。大丈夫ですか？ OK, OK.
で、次はこのまま行きます。手と足を伸ばしていきます。右手と左足を伸ばします。そうです。で、バランスを取ります。そしてこのまま足を持って右と左が立ち、そしてまた伸ばす。あ、いいですね。はい、タッチ。はい、伸ばして。あ、いいですね、タッチ。はい、伸ばす。はい、タッチ。はい、伸ばして。はい、タッチ。はい、伸ばす。はい、ネック、タッチ。はい、伸ばして。あと2回行きましょう。1。ありがとう。8、はい、伸ばす。 OK です。バランスいいですね。素晴らしいです。 OK、OK。 今度は反対側行きましょう。今右手と左足やったので、左手と右足伸ばします。はい、この状態でまずは伸ばします。はい、で右と左をタッチして、で、伸ばす。そうです。タッチ。伸ばす。2。タッチ。腰を反らないように。3。はい、です。タッチ。4。いいですね。タッチ。5。タッチ。6。あと2回行きましょう。タッチ。7。はい、ラスト8。 8。はい、OK です。いいですね。今この辺なんとなく分かりました。ちょっとあんまりよく分かんなかったんですけど、あの四つ這いのやつで膝上げたりする時とかはどうですか？ね、いや、どこに力が入ってるのかがちょっとよく分かんなかったです。なるほどですね。はい、はい、まあ、普段あのトレーニングしてるしてないとかでちょっと変わってはくるんですけど、あの小泉さんの場合、肩にあんまり力が入らないタイプの方なので、こういう運動を継続してると自分の体の認識といってどこを使ってるか分かんない、まあ、まあ今動いてるような状態なんですよ、逆に言うとですね、うん、そうすると姿勢を良くしたいって言ってもなかなかその使い方が分かってないので、うん、よくならない形になっちゃうんですよね、うん、はい、なので今みたいなトレーニングを少ししていくと体に軸が通るような状態になるので、そうすると今みたいにこう手を伸ばしてもこっちがしっかり安定してるなっていうのが分かりますし、これに今、こっちの、要は、動いてる方に意識が行き過ぎてしまってるので、こっちはなんかあんまり安定してない状態になってしまったりっていう形になってしまうので、その辺を、まあ、今回その体幹を鍛えるというところのテーマとして、なぜ体幹を鍛えるかっていうのもあるんですけど、この軸を作ってあげないと、そもそも姿勢も安定しないですし、体を、なんていうんですかね、疲れだったりとか、まあ、むくみを取りたいってなった時も、結局そこだけをマッサージしてても、なかなかその根本的な解決にはならないので、はい。今日、まあ、自宅でできるような簡単な、こういうバランスのトレーニングと、そんなに負荷が高くないので、運動されてない方でも、もう本当に10秒、今15秒キープでやったんですけど、小泉さんの場合だったら20秒ぐらいキープしても大丈夫かなぐらいの。ただちょっと長くキープするとこの辺に負荷がかかってきたりするので、うん、はい、そうやって時間でコントロールしてあげるとそのご自身の負荷も変わってきます。はい、なので最初肩こうやって動かしたりしたじゃないですか。はい、あの時に思ったよりもすごく動いてたので、うん、何かスポーツされてるのかなと思ってちょっとさっき聞いたんですけど、あ、そうですか。はい、こういう形でそのトレーニングって長くやるわけじゃなくて、ちゃんとこう
あの継続して刺激を入れてあげると体って確実に変わってきますので、まあ、そこをちょっと意識してやるためのまあ一歩として今日はちょっとこうイメージしていただけるといいかなと思いますのでよろしくお願いします。お願いします、はい、でこの後ちょっとその柔軟性といってストレッチを今度はあの動くのではなくて止まりながらぐーっと体の柔らかさを取っていくように形で使ったところをケアしていきますのでもう少しよろしくお願いします。はい、じゃあ音声をまたミュートにしていただいて、はい、はい、でですね足を前に調査しましょう。で、お尻手をついてお尻を引きます。そうです。で、膝の上に手を当てていただいてで、このようにぐーっと前に行きましょう。さすってって、たどってっていって、つま先まで行ったら、ぐーっと行けるところまで行って、前に軽く倒していきます。で、呼吸は止めないように鼻から吸って、口から吐いて、ぐーっと。はい、OK です。では次は足を開きましょう。開脚していただいて、で手をですね、後ろにまたついて、お尻を引きます。はい。で、こちら右足を曲げていただいて、こんな感じですね。で、右手で左の足のつま先に向かってぐーっと倒していきましょう。こちらを伸ばす形ですね。はい、OK です。この反対側行きましょう。右足を伸ばして左足を曲げる。そして左手をつま先、右のつま先に向けてぐーっと上げていきます。では次はですね、お尻を伸ばします。右足を伸ばしていただいて左足を上に乗せます。このような形ですね。で、かかとをお尻の方に近づけて、そうです。で、この今後ろに手をついていると思いますのでこの手を引きながらお尻を軽く引きます。後ろにこの状態から後ろに引く感じですね。そうです。で、そこからもうちょっとかかとをお尻に近づける。そうするとよりこのお尻が伸びてきます。いいですね。はい、 OK です。この反対行きましょう。左足を伸ばして右足を乗せます。で、かかとをお尻の方に近づけていきましょう。こんな感じですね。はい。で、お尻、一旦手を後ろに引いていただいて、お尻を引きます。で、もうちょっとかかとをお尻の方に近づけると、このお尻が伸びてきます。で、次はももの前を少し伸ばしましょう。横向きに寝ていただいて両足を曲げます。そしてですね、膝を後ろに引きます。で、上にある手で足を持っていただきましょう。そうです。で、そのまま膝を後ろに引いてください。ぐーっとこの手を後ろに引くんではなくて、膝を引きます。そうすると、ももの前が伸びてくると思います。ぐーっと引いて。はい、OK です。今度は反対側行きましょう。横向きに寝ていただいて。両足を曲げます。
から後ろに引いていただいて、で、左手を足首に持っていただいて、膝を後ろに引きます。ぐーっと引いて、呼吸は止めないようにしましょう。息は吐きながら。で、次はあぐらをかいていただいて、かかとを自分の方に寄せていきます。このままゆっくり斜め前を見つつ、目線下げすぎてしまうと体丸くなってしまうので、斜め前に倒していきます。ぐーっと体を倒す。そうすると股関節の付け根が伸びてくると思います。いいですね。はい、戻しましょう。 OK です。はい、じゃあちょっと一回音声ミュートを解除していただいて、はい、本日はご参加の方ありがとうございます。ありがとうございます。女性の方でも簡単にできるそういう体幹のトレーニングっていうのはいろいろあるんですけど、正しくやる方法っていうのが非常に大事になりますので、まあ、先ほどちょっとお伝えした点であったりとか、自分の立ち方ですね、足の裏どこついてるのかなって普段ふと思った時にちょっとこうイメージしていただけると、あ、このとこついてたんだなっていうふうに思うの で、女性の場合はその親指側でついてしまうと、よく変形性膝関節症とかそういった膝痛とか腰痛とかにもつながりやすくなるので、はい、親指重心っていうのは足を蹴るときはいいんですけど、足をつくときは親指重心になってしまうと体がねじれてしまうので、そういうところもちょっと注意しつつ、で、それを支える基盤っていうのがこの体幹っていう体の幹って書くところなので、今日やったのはその幹を鍛えるトレーニングですね。はい、いくら枝を鍛えても幹がしっかりしてないと木とかと一緒で倒れてしまうので、はい、ここの土台をしっかり鍛えてあげましょうというトレーニングになりますので、うん、これは本当に1週間に1回とかだとあんまり効果はないんですけど、定期的にご自身の中でも刺激入れていただけるといいかなと思いますので、もう1日ほんと5分とかでいいので、はい、ぜひやってみていただけるかと思います。そうすると姿勢も変わってきますし、体も安定してくると思いますので、ぜひよろしくお願いします。あ、ちょっと質問していいですか？あ、いいですよ。私、扁平足で外反母趾なんですけれども、はいはい、そういうのは改善されてきますか？何ですかね、もう構造的な変形っていうのは 100% 元に戻らないんですけど、そのままでいたらそこから波及、さっき今言ったように膝痛に上がってきたりとか上に上がってくるんですよね、痛みが。そうするとやっぱり関節って、まあ、体って何て言うんですかね、皮膚で全部つながってるじゃないですか、そもそも、うん、なので例えばこれ親指が外反母趾だったりとか扁平足になっちゃったらってなると、違うところがいっぱい動くんですね、今度異常運動っていうのが起こるんですよ、うん、でそれの連鎖が起こってしまって後々膝が痛くなったりとか、うん、股関節が痛くなったりとかっていう、どん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 上に波及してくるんですよ、うん、でひどい方はそれで肩こり頭痛とかもいらっしゃるので、うん、実際そういう外反母趾とか足の裏が原因だったっていう方もいらっしゃいますし、うん、はい、なので今おっしゃったように意識少し変えるだけでも、なんていうんですかね、これ以上悪くなることはないと思いますし、扁平足とかは少しこのスペースができたりはするので、うん、改善の余地は全然あると思います。はい。はい。よかったです。なので、ぜひ取り組んでみてください。
あ、はい。はい。まあ、今回、こちらの動画を、ちょっと YouTube に上げさせていただきますので、はい。はい、そちらでも、小泉さん自身で確認もできますし、あ、こういうふうに言ってたなっていうのも、ちょっと、復習しつつ、トレーニングに活かしていただけたらと思います。はい。はい。また YouTube のチャンネル登録まだされてなかったらぜひよろしくお願いします。登録してあります。ああ、ありがとうございます。はい。で、今のような質問だったりとかコメントで全然いただいても構いませんので。はい。はい。ぜひ、そのちらもよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。またちょっとご参加いただけると非常に嬉しいので、ぜひ一緒にまたよろしくお願いします。はいはい、すみません。はい。じゃあ、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。失礼します。失礼します。はい、すみません。